さてと、冷たい海の遺跡。アイスキャッスル。なんかな、見た目は、すごい寒そうな地形だけど、スーパードンキーコング3の最後の方の面に似てるよね、この辺。なんか関連があったりするのかな？まあいいや、とりあえず、次、アイスキャッスルの方に行くかな？いや、でもなんかアイスキャッスルの方が、最終面っぽいから、こっちにしようか。冷たい海の遺跡。ん？水中系か。泡の代わりに取っ手が湧いてきた。面白いこと考えんな。キューン。このバナナ、気になる。取っ手がブクブク湧いてくる。すごい世界観だ。よいしょ。しかも、ぶつかっては消えていく。歌方の取っ手か。このバナナは？おまけってだけか。何かが隠されている暗示かと思いきや。そういうわけではないと。人出まーん。オッケー。ドンキーシリーズにおいて、自分から積極的に相手を倒しに行く手段を、猿たちが持っているというのは非常にレアですからね。活用していかないと。なかなか穏やかな感じだな。ちょっと、こいつらは怖いけど。こいつらって耐えたり？いけた！よし。避けるのが難しい場面が結構ある分。あ！おま！引くんじゃないよー！びっくりしたよ、もう。ああいう逃げ方されたら困るんです。あ、ふっ、飛ぶよ。ふっ、行き過ぎかな。でもこれぐらい頑張って逃げないと。よいしょ。とりあえず、こいつを相手しておかないときついよな。よし。あいつが、こっちに来て背中を向けた瞬間が狙い目。よし。背中を狙い撃つ。ほらー。オッケー。お、開いた。これはメダルか。いや、メダルにしてはタイミング早いかな。クリココは来るんじゃないの？メダルだった。ブロンズか。メダルの色が、そのステージの難しさというか、厄介度を表している的な感じなのかな。お、ぶ、ぶ、ぶ、びっくりした。ギリギリ届かなかったか、とり。当たりそうで怖いな、この位置。よいしょ。意外とクルールは、このメダルを独り占めしようとしている最中に落っことしたんじゃなくて、あれ。信頼のできる部下や、その部下が支配する土地に隠して行って回っていたとか、そういう可能性の方が高いのかな。よし、では行くぞ。久しぶりだな、こんな君。よいしょ、よいしょ。ちょっと、ここは、バナナを拾うことよりも自分の命を大切にする。ゴリラの鏡で行こうか。やはり、そんじょそこらの猿ではない。霊長類としてのその、意地がありますからね。ちゃんと、自分の命よりも、バナナを優先するようでは、ゴリラ失格だということを、肝に銘じておかなくてはいけない。えっ？あ、ブワーやめてーこれって、ワンパンではない？あ、よかった、生き残った。すげえな、挟まれても即死ではないんだな。そう考えると優しいゲームなのかもしれん。今のはちゃんとアタックで飛ぶんだったらアタックで飛ぶなりの意地を見せなくてはいけなかったわけだな。よし、ここは大丈夫か。行くよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ここで、ちょっとここで手間取りすぎな感があるが。やめて、やめて、乗って。登れないのですか？登れない、ギュー。これさ、ちょっと、ギューって潰されそうになってるさ、グラフィックの変化わざわざ用意してんのか？ちょっと、なんか、リアリティが高いというか、あー、ドンキーこれから潰れて死ぬんだな、みたいなのが、一瞬見えるから怖いんだよな。制作のこだわりポイントだったのかもしれない。ゴリラが潰される様子をちょっとだけ表現しておこうみたいな。でもあれ以上リアルにするとちょっとレーティング上がっちゃうからみたいな、そういうこだわりがあるのかもしれない。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ここで、よし、素早く行って、こうで、ここで回転してからのジャンプ。よし、
高さがギリギリならば、ギリギリなりの調整をするべきだというわけだな。あとは冷静に考えたら、これ水中ですけど、ドンキーさんたち、えらい、水に沈むな。もうこの際、水中で無限に呼吸してんのはいいんだけど、すごい沈むよね。プカプカと泳ぐわけにはいかなかったのか。挙動はすごいふわふわしてるんだけど、沈み方はなんかもう鉛のように重たいっていう。今回のドンキーさんは一味違うぞということなのかもしれない。何？人手が解放されてしまった。ならば、ここは倒さざるを得ないだろう。片手でもちゃんとアタックができるということを知ってさえいれば、人手恐るるに足らず。やはりどれだけ冷静になれるかという勝負だな、このゲームは。素直に動かせる、そんじょそこらのアクションゲームと同じにしてもらっては困る的なニュアンスなのかもしれない。寄せてから掴んで、はい、移動させて、これで右も行きたいけど、まあ、先に右行く？うん、下の方が正解ルートっぽいから、このバナナだけ回収しとこうか。たかが3本だけど、意外と侮れないからな、この3本というのは。さあ来るか？おっと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 。よいしょー。どうだい？ふんー！オッケー！ギリギリ届いたか。ちょっと位置悪いかなと思ったけど。いやー、なんとかなりました。あぶねえ！これは人手を処理しないと今後が不安かもしれない。あべ、あー、回復して。とりあえず体力は2ぐらいをキープしておきたいか。人手、もん、よし。バナナは、たかが1枚、サルド1枚。にん。さあ、来るか。ここにはいないのかな？あぶね！これ見よがしなたるー！回復しといてと。樽があるだけか。なるほど。多分道中でメダルを取り逃した人からすると、ああ、ここにメダルが置いてあるなんて優しいなというふうに、油断を誘われてしまうわけだな。危なかった。よし。ではアイスキャッスルも行きましょう。今回順調すぎる。え？なんだこれ？ん？掴めますが。おお！滑ってる！マジか、取っ手に滑る機能なんてつけらんねえだろうなと思ってたんだけど。あ！すげえ滑る！ツルツル滑るよ！この感覚、新体験すぎる。回ってるー！これ上のは取り柄ではなさそうだな。普通につららか。普通のつららも大体痛いと思うんですが。よいしょ。オッケー。でも素早くジャンプをするだけだったらそんなに困りはしなさそうという感じか。どせ。へ。危ねえ。むしろ正解だったわ、これ。おー、ハンドルも出てきてる。おぶべべべ、あー、さよなら、くぅ。なんか本格的にこれ、最終面的な感じしない？これまでのギミック、総登場って。総出演ですよ、これ。もしかしたら、氷の面が最終面みたいな、そういうレアなゲームなのかもしれない。あんまりないよな、そういうの。最終面一個手前とかだったら、あれ、結構見るというか、イメージは湧くんですがね。ん？取ってー、バナナ取ってー。よいしょ。よいしょ。全回収できるか？残り時間が絶妙に少ないよ。へっ。よいしょ。どこ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 。待って。クリココを取るまでがボーナスゲームだって言ってんのに。全然間に合う気がしねえ。超むずいな。やべ。うわ。岩投げてきやがるこいつ。なんて物騒なこと。いって、こいつ。
いやでもこれもしかして投げる場所は決まってんのか。決まってるんだったらなんとかなりそう。ここの辺で投げればいいってわけでしょ。 OK、 場所は固定っぽいね。ちゃんと回復しておいて OK。 さすがにぐるぐる回りすぎてどこを狙えばいいのか分かっていなかったらしいな。こうで、あーでもちょっと片手で移動できるような地形ではないな、これ。ちょっとこれは怖いな。怖いっすか、厳しいな。あえてのスルーもありかなと思ったけど、そうではない。危ねえ、よし。ここに何かがあるかもしれないだろ。ふっ、何もなかった。なんかこの鳥の横に立ったらショートカットできそうな気もするけど、ちょっと現実的ではないな。できなくはなさそうぐらいの。飛んでー、暗いな。よし、ちょっと移動しながらやってきたか。クレムリン軍団雑魚衆の体調格の強さかもしれない。あれ、上なんかある。え、じゃあ飛ぶの正解か。これ行かないといけない系か。やはりこのクレムリンには意味があった。ちょっと狙ってみるか。みょーん、よいしょ。これでふっと高くジャンプして、できてなくて、にゃあ、あ、あーくそー。一応あーめっちゃ戻された。無敵時間を利用すればちゃんといけそうな感もあるけど、ふっ、ほーだ、やったか。よし、届いて。ここからどう届かせるものか、ちょっと無理をするか。何でもやってみるもんだ。こうで乗るでしょ、で滑るでしょ。よいしょ。何があるというのだ。え、落ちるんかい、くっそ。マジか、滑るだけで落ちはしないと思ってたんだけど。ちょっと待ってね。これ、無敵じゃないと、乗れない系だとすると困るんだよな。ちょっとジャンプ力が上がるからね、これだと。これで、待ってね。どうだ、破壊、やったやった、来た、また落ちるんかい。こっから登れるようになるね。で、何かがあるのか。う、あくそくそ、こう、おうわあ、くそ、なんてこと、あぶねえ、この岩なり野郎め。よいしょ、あぶねえ、ビリビリ決めた。しかしバナナの消費量がやばいな。戻ろう。ちょっとこの辺は気になるよね。せっかく頑張って出した空間だし。よいしょ、よいしょ。こっから開通されるようになったっていうのも気になるし。これ、タルジャンプでなんか、バナナをいっぱい回収できますよ的な感じなのかな?スルッと滑るのをしっかりと整えて、スルッと滑るジャンプをしっかりと整えて、ふっ、よっしゃ、お前、それは聞いてないぜ。すげえ動きしてる。おー、こんなところにバナナが。あー、謎の壁に壊されていく。あ、そういうこと。なんか独特の動きをする、たる、放題になってるのかなと思ったんだけど。ああいう動きをするとはさすがに読めなかったよ。わーい。これで、とりあえず、ゴールに行きましょうか。っていうか、まだゴールじゃなかったんかい。
いや、ボーナスぐらいはあるかなと思ってたんだけど。やばいよ、これ。超ハードだよ。しっかりと、じわじわといけば、大丈夫だな。よし。バナナ。オッケー。ちょっとだいぶ、消費してしまったからね、バナナ。ここいらで稼いでおかないと。しかし、メダルはまだ見つかってないか。これは？ふっ、あー、掴めてないし。でも、心なしか取ってくん。この凍ってるやつは、どこ掴んでも、ちゃんと掴めるような気がする。氷の表面を、捉えてる感じなんでしょうかね。氷の表面を捉えるっておかしいけどな。暗いんだ。よし。これで上に何かあるでしょ。俺の勘は外れないぜ。よいしょー。はい、よいしょー。ゴールドー。ゴールドー。ここまで来てあれをスルーするというのはありえないだろう。メダル回収実績的なものはありそうだよねー。なるほど。貯められないか。あ、なんだこの滑り方。逆に言えばこれもしかしたら氷ですごい反動つけられるとかあるかな。ツル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 みたいな。よいしょ。おー、よっしゃ、届いた。やったぜー。クリココは多分ステージによって条件もいろいろだろうから見つけるの大変そうだしな。メダルだけ頑張るみたいな感じでいくのがちょうどいいかもしれない。やったぜー。なんだこれ。ゴールド、シルバー、ブロンズ3種類のメダルを揃えて、一人ジャングルピックにアタックバトル2が追加されました。アタックバトル2ね。一人でっていうことはなんかクレムリンがいっぱい出てくるとか、そんな感じなのかな。よし。まあ、いいや。行ってしまおうか。ビッグフリーザー。フリーザー様か。またドンキーには出てこないタイプのボスだな。まあ、俺の知ってるドンキーにはあまり見ないというだけで、ドンキーに出てきちゃいけないタイプではないんだろうけど。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ。あ、足場が、足場が。なんだ、なんだというのだ。登り続ければいいのか。爆弾？爆弾を投げるのか？口の中に入れ、なんかこういう、ゲームセンターのゲームありそうな感じ。ガー。お、食べた。ガー。あっちー、あっちーじゃなくて冷たいんだけど。あ、なるほど。急いで登らないといけないわけね。すごいじゃん。ジャングルクライマーやってる感じじゃん。ジャングルのクライミング力が求められる。ブラブラドンキーの本領発揮といったところか。なるほど。攻撃をすぐ仕掛けてくるから、同じ軸にいちゃいけないというわけだね。あ、そこじゃない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 。よし。よし。よし。いいよ。スマートだよ。が、違うんだ。え、なんで滑ってんの？俺ちゃんと掴んでるやん。もしかして見た目が違うだけで、これ氷なのか。あ、噛みつき攻撃もあんのか。なんか、あー、回復追いついてないし。ずっと同じところを掴んでいるはずなのに、急に手離すんだよな、ドンキー。それは良くないよ。ん？あ、このタイミング、あー、できるか。まずはボスのデモンストレーションのターン。にゃー、にゃー。これで。あー、にゃ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 。ここだ。違う。エイミング、エイミングの問題よ、これ。お、行ったか。ボスが攻撃してくる軸を覚えておけば、問題はないはず。よいしょ。大丈夫か？多分この段階目までは、そんなに正直に攻撃してくる感じじゃないでしょうから。危ねえ。冷静な回避。ここだ。よし。これで位置をしっかりと見ておいて、取っ手を掴んで素早く登って、これはジャングルクライムの王となるにふさわしい動き。よし。高さはここだな。高さというか軸か。よいしょー。はい、よいしょー、よいしょー、よいしょー。これさっきのやつ超えたかな？
ふん、素早い。まるで RTA 勢のような華麗なプレイ。一戦目に目をつぶればだけど。よいしょよいしょ。さあ最後の一発だ。暗いな。待って、口を開けなさい。ふっ、やったか。おへー、てか登っても登ってもこの高さまで来るということは、あいつ相当でかいってことだよな。なかなかヤバそうなやつだったけど、無事勝利ということで、いい、やったね。これはもう爆弾投げ込まないといけない系だろうから。おお、また3種類揃った。あれだね、無敵を使う系でもないし、ちゃんと自分の操作技術が要求される系のボスだね。結構新しいギミックの爆弾もちゃんと使う系だったね。一人でジャングルピックに邪魔レース3。なるほどね。さあ、お、キングクルーザー3。